40丁目、ローリーストリート駅はニューヨーク市地下鉄 IRT フラッシング線の駅である。クイーンズ区、サニーサイドのクイーンズブールバードと40丁目の交差点に位置し、7系統が終日停車する。この駅は1917年4月21日に IRT フラッシング線の終点であった。 クイーンズボロプラザ駅からアルバーティスアベニュー駅までの延伸開通とともにローリーストリート駅として開業した。駅のホームは1955年から1956年にかけてホーム有効長を11行編成に対応にするために延長する工事を行った。下を通るクイーンズブールバードから駅を見上げる駅は相対式ホーム2面と観光線2線。 急行線一線を有している二面三線の公開機で中央の急行線はラッシュ時に混雑方向へ向かう7系統が通過する。1990年に駅名標や路線図から開業時の40丁目の名前であったローリーの名を消したが2004年に歴史保存の動きの一環から戻された。また駅には1999年に弓平により作られた。 ステンドグラスのアートワークがあり、Q i イズフォークイーンズと名付けられている。駅は石像の城のような外観をしており、ホーム全体に屋根と外壁がある。改札口は40丁目に南北ホームで独立して設置されており、各ホームから2つの階段で接続されている。改札口から地上への階段は、クイーンズブールバードと40丁目の交差点の4つの 角に一つずつ降りている。なお、駅の構造的には、南北ホームを改札内で移動することは、理論的に可能であるが、改札口の位置の関係上物理的には、不可能である。これにより、当駅は7系統の停車駅で改札内で、南北ホームの行き来が不可能な2駅のうちの1駅となっている。ウィキメディアコモンズには、40丁目。 ローリーストリート駅に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。